はい、こんにちは、ちじちゃです。今回は2月からスタートするモンスターハンターナウ旧正月イベントについて情報をまとめ共有したいと思います。旧正月イベントは2月の1日木曜日朝の9時から2月の15日木曜日23時59分までです。この期間中、フィールドや大連続狩猟にリオレイヤー亜種が再登場します。フィールドに出現する確率は一定確率とのことです。大量発生時よりは出現しないんですが、2エリアに1頭ぐらいは出現するのではないかなと予想しています。リオレイヤー亜種を討伐すると追加報酬として2024旧正月ハンマーチケット、または2024旧正月双剣チケットのどちらか1枚を獲得することができます。追加報酬とのことなので、ハロウィンのクルル役イベントの時のように基本報酬が一つ潰れてしまうというわけではなさそうです。また大連続狩猟ポイントではモンスターの種類に関わらず、モンスターを討伐するごとに追加報酬としていずれかのチケットが1枚獲得できます。なので大連続狩猟1回あたり最大5枚チケットが入手できるということみたいなんですよね。作成できる武器の属性とスキルが公開されています。竜属性のハンマーと双剣が追加となります。チケットの必要枚数がそれぞれ20枚なので、チケットの排出が確定であればすぐに必要枚数が集まるかと思います。これらの限定武器は生産と強化にチケット以外にもリオレイヤー亜種の素材が必要となりますので、ご注意ください。双剣とハンマーはリオレイヤー亜種の武器が存在しなかったので、武器性能はおそらくリオレイヤー亜種相当の性能になると思います。なかなか強そうですよね。またこの期間中に福来たれ旧正月福集めと福来たれ旧正月大連続狩猟の2つのイベントクエストが開始します。まずは福来たれ旧正月福集め、このイベントは2月1日の朝9時から開始されます。イベント専用アイテム招福ランタンが実装し、この採取をテーマとしたクエストなので、多くの採取スポットを巡ることになりそうです。なので2月1日の朝6時以降は近場の採取スポット台の採取は控えておくことをお勧めします。イベント期間中、採取スポットから採取できる招福ランタンには白、紅、金の3種類あり、それぞれ入手確率が異なるそうです。金が珍しいんでしょうか。モンハンナウのランダム要素はかなり偏るので、沼にはまってしまわないか今からドキドキしています。福来たれ旧正月福集めのクエストで獲得できる報酬は狩人メダル、防具チケット、ゼニーです。防具チケットを使って限定装備の龍舞の面が作成できます。龍舞の面は頭防具で、会心攻撃時のダメージ倍率がアップするスキル超会心が付与されています。イオレウス亜種の防具と組み合わせると大ダメージになりそうですよね。龍舞の面の生産強化に必要なチケット枚数は6枚です。続きまして、同じく2月1日朝の9時からは福来たれ旧正月大連続狩猟クエストが開始されます。このクエストは大連続狩猟での討伐や指定のモンスターの討伐をテーマとしたクエストです。クエストは5段階あり、最後はリオレイヤー亜種の緊急クエストもあるみたいです。このクエストで獲得できる報酬はゼニーと接着ロアリなどの採取素材、オオカ竜の激鱗などのモンスターの素材が入手できます。そして2月7日水曜日朝の9時からは福来たれ旧正月チャレンジクエストが開始されます。凄腕ハンターさんを対象とした高難度のクエストとなります。内容は星6以上のモンスターの討伐などです。福来たれ旧正月大連続狩猟で獲得できる報酬はゼニーと竜玉のかけらを含むモンスターの素材です。最近始めたハンターさんやまったりプレイしているというハンターさんは、このイベントを目標に武器や防具を強化してみてください。そしてもちろん今回もイベント限定のパックが登場します。剥ぎ取りナイフやお散歩玉が登場しますので、お値段がいくらになるか非常に楽しみです。以上、モンスターハンターナウ旧正月のイベント情報でした。ここから私事で大変恐縮なんですが、今週1月の26日金曜日夕方19時からカプコン TV トークにゲスト出演いたします。この番組は X 旧 Twitter から視聴できる音声番組です。
お時間の合う方はぜひ私とカプコン TV のアカウントをフォローし視聴していただけると嬉しいです。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんモンハンナウの動画投稿していきますのでチャンネル登録もお願いします。またねー。